家出娘、家へ帰る。こんな気分なのかな。リサイドへは旅立ってから初めて帰るんだ。緊張しちゃうな。何も言わないで飛び出しちゃったもんね。まったくだ。ああ、村中大騒ぎになったんだぞ。ごめん。ま、元気そうで何よりだ。連れ子？あ、パインっていうの。一緒にスフィアを探してるんだ。スフィアハンターか。噂は聞いてる。だもんで実はあんまり心配してなかったんだ。しかしなんちゅうか、だいぶ雰囲気変わったな。ワッカは相変わらずだね。ふにふに。やめれって。俺だってもう父親になるんだし、貫禄あった方がいいんだよ。生まれそうなの？おう、ワッカがお父さんか。俺も全然実感湧かねえけどな。なあ、父親ってのはどんな顔して子供を迎えりゃいいんだろうな。自分の親をお手本にするとか。何も覚えてない。俺が小さい頃、死にね。スフィアも残ってないんだっけ。ああ、なん。どうしたの？なんでもねえよ。それよりあれだ、お前らルーにも顔見せて安心させてやってくれ。頼むぞ。
お帰りなさい。ただいま、ルル。ねえねえ、赤ちゃんはもうすぐ生まれるでしょ？まだよ。ワッカ一人で先走ってるだけ。なんだ。それよりどう？少し歩かない？大丈夫？少しは動いた方がいいの。行きましょう。聞かせて。何も言わずに出て行った理由。これなの。例のスフィアね。ワカから聞いてる。シマリがガガゼトさんで見つけたんだって。確かに似てるわね。少し雰囲気は違うけど。何か分かったの？何にも。でもまだ調べてないところたくさんあるんだ。楽しそうじゃない？自由にあちこち飛び回って。うん、楽しい。こういう旅初めてだし。私がいないから羽を伸ばせるってわけかもよ。言ってくれるわね。頑張ってね。ただユーナは自分の立場を忘れないで。え？シンを倒した大召喚士ユーナ、その名前利用されないように。大丈夫。私もう誰にも利用されたりなんかしない。あ、ん？動いた。本当？触らせて。せっかくだから今日は泊まっていけば。おはよう。あれ、ワッカさんは？夜明けに出かけたわ。洞窟がどうこう言ってたわね。洞窟？
何しに行ったんだろう。様子見てこようか。魔物も出そうだもんね。悪いよね、あの人が魔物にやられるとは思えないけど、隠し事なんて珍しいからそっちが心配ね。あれ、洞窟なんてあったかな。私も詳しくは村の誰かが知ってるはずよ。かかってきなさい。何にも。そっちは？俺は心が痛いよ。え？何でもない。
おう、気にすんな。どうした？ワッカさんの様子見に。この洞窟に何かあんの？まあそんなところだ。いやここだって決まっちゃいねえ。もしかしたらって思っただけだよ。何もねえかもしれねえし、やっぱりあるかもしれねえし、なんせ古い話だからよくわからねえ。ここに何かがあるかもしれない、それを確かめに来た。ああ、でも
確かめたいような、確かめたくないような。ああ、もうはっきりしないな。ねえ、何なのさ。まあ、その、なんだ、古いスフィアがあるかもって話だ。スフィア？どんなスフィア？スフィアは、スフィアだよ。なんだっていいじゃねえか。おい！私たち、スフィアハンターだから。あ、いただいちゃおう。スフィアハンター、カモメ団。作戦開始。カモメ団ね。スフィアに魔物はつきものか。試練だね。Let's go.
どうだった？あったあった。見てみよっか。これ？いや、違うな。結局、何のスフィアを探してたわけ？そりゃ、俺たちの両親だ。チャップはそう言ってた。チャップって、あ、ワッカの弟だ。討伐隊に入ってたけど、今は異界の住人だ。チャップが生まれてすぐ両親が真にやられた。俺も小さかったから二人とも親の顔は覚えてない。でもよ、ガキの頃兄弟喧嘩してたらチャップが言ったんだ。父さんたちが映ったスフィアを見つけたけど、どこにあるか教えてやらないってね。チャップさんに聞かなかったの？弟に頭下げて聞くのが嫌でな。意地張ってそれっきり忘れてた。でも昨日お前らと話してたら思い出したんだ。あいつはよくここらで遊んでいた。この洞窟で見つけたのかもしれない。そんで来てみたんだけど、急にモヤモヤしちまってよ。なんで？俺、親の顔を勝手に想像してたんだ。強そうで優しそうな顔よ。辛い時とかよくその顔を思い浮かべたもんだ。でも本当の親は全然違う顔かもしれねえ。そう考えると見るのが怖くてな。どうすりゃいいかわからなくて、お前らが来るまでずっと悩んでた。はあ、わからしいね。そのスフィアって島のどこかにあるのかな。私たちが探そうか。いいっていいって。そういうの気にするのはもうやめだ。昔のことにこだわってうだうだしてちゃいけねえよな。俺だって親父なんだし、もっとしっかりしねえとな。頑張ってね、お父さん。おう。けどよ、しっかりするっつうのはどうやったらいいんだろうな。しっかりした父親ってやつのお手本が欲しいよな。はあ。あのな、そろそろ戻れそうか。兄貴がうるさくてかなわん。うん、すぐに戻るよ。待ってるよー。